ビンテージカーを販売する意思がないにもかかわらず代金の一部を騙し取ったとして詐欺の罪に問われている男の初公判が今日奈良地裁で行われました男は起訴内容を否認しています起訴状などによりますと奈良市に住む坂本誠二被告63歳は中古車販売店を経営していた2020年4月から5月までの間 日産スカイライン通称箱スカ1台を販売する意思がないにもかかわらず男性から頭金として現金100万円をだまし取ったとされています今日奈良地裁で開かれた初公判で坂本被告は騙すつもりでお金をもらったのではありませんと起訴内容を否認検察側は坂本被告が600万円で販売するといい頭金100万円をだまし取った 返金など対応を求める被害者に対し温信不通になったなどと主張しました次回の裁判は来年1月18日に開かれる予定ですなお坂本被告は他にも破産法違反の罪でも起訴されています